ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回はパーフェクトグレードユニコーンガンダムのフルアーマーユニットの制作をやっていきたいと思います。で、今回作るのはですね、フルアーマーユニットの中でも、ハンドグレネードユニットの部分ですね。で、ちょっとパーツをこちらに切り出しています。まあ、こんな感じで、パーツたくさんあるんですが、実際組み立てるこうパーツの種類は、5種類となっています。まあ、1種類、2種類、3種類、4種類、5種類ですね。で、まあ、5つのパーツを組み合わせて、まあ、1つの、ものを作るんですけれども、それが計8個ありますので、まあ、同じ作業を8回繰り返して、8個のハンドグレネードユニットを、作っていくということになります。まあ、こんな感じに、同じ作業を何度も何度も繰り返さないといけないというのが、まあ、パーフェクトグレードユニコーンガンダムの、まあ、フルアーマーユニットですね。こちらの、まあ、試練の一つと言っていいかもしれないです。で、それでは、作業の方入っていきたいので、まずはスミレからやっていきたいと思います。墨入れが完了しましたので、こちらのパーツにはこのトップコートの艶消しをかけていきたいと思います。艶消しスプレーが乾きましたので、こちらのパーツにはフェザリングマスター、こちらを使って着色していきたいと思います。フェザリングマスターでは、まあ、いつものようにパーツのエッジの部分にこう着色するようにして、こうパーツがこう使われた感覚というか金属感というか、あの、まあ、立体感ですね。そういったものを出していければなと思います。ウェザリングマスターでの着色が完了しましたので、組み立てていきたいと思います。こんな感じで1個できました。まあ、デザイン自体、こんな感じで単純なデザインなので組み立ては楽ですね。それであとは、これをあと7回ですね、7回繰り返すだけですね。8個完成しました。まあ、組み立てるパーツも少ないですし、まあ、デザインもそんなに複雑ではないので結構簡単に、あの8個あったんですけれども簡単に、あの組み立てることはできました。一応可動部分としてはこの部分がちょっと動いて、この上が開くと、こんな感じですね。同じ作業を8回繰り返すことになったんですけれども、思った以上にこう飽きずにできましたので、ちょっとホッとしました。で、次回はフルアーマーユニットのグレネードランチャーの制作に入りたいと思います。